ルーベンスの戯画それは漆黒の自動車であったその自動車が軽井沢ステーションの表口まで来て止まると中から一人のドイツ人らしい娘を降ろした彼はそれがあんまり美しい車だったのでタクシーではあるまいと思ったが 娘が降りるとき、何か運転手にちらと渡すのを見たので、彼は黄色い帽子をかぶった娘とすれ違いながら、自動車の方へ歩いて行った。街へ行ってくれたまえ。彼はその自動車の中へ入った。入ってみると、内部は真っ白だった。そしてかすかだが、バラの匂いが漂っていた。 彼はさっき無造作にすれ違ってしまった黄色い帽子の娘を思い浮かべた。自動車がぐっと曲がった。彼はふと好奇心を持って車内を見回した。すると彼は軽く動揺している床の上にし散らされた新鮮な唾の跡を見つけたのである。ふとしたものであるが妙に荒々しい快さが 彼をこすった。目をつぶった彼にはそれがむしり散らされた花弁のように見えたしばらくしてまた彼は目を開いた運転手の背中が見えたそれから彼は透明な窓ガラスに顔を持っていった「窓の外はもうすっかり頬を出している」 すはらだったちょうど一台の自動車がすれ違っていったそれはもうこの高原を立ち去ってゆく人々らしかった町へ入ろうとするところに一本の大きい栗の木があった彼はそこまで来ると自動車を止めさせた自動車は町から少し離れたホテルの方へ 彼のトランクだけを乗せて走っていったそれの上げたほこりが少しずつ消えていくのを見ると彼はゆっくり歩きながら本町通りへ入っていった本町通りは彼が思ったよりもひっそりしていた彼はすっかりそれを見違えてしまうくらいだった彼は毎年この避暑地の盛り時にばかり来ていたからである 彼はしかしすぐに見覚えのある郵便局を見つけたその郵便局の前には色とりどりな服装をした西洋婦人たちが群がっていた歩きながら遠くから見ている彼にはそれがまるで虹のように見えたそれを見ると去年のさまざまな思い出がやっと彼の中にもよみがえってきた やがて彼には彼女たちのおしゃべりが手に取るように聞こえてきた彼は彼女たちのそばをまるで小鳥のさえずっている木の下を通るような感動を持って通り過ぎたその時彼はひょいと向こうの曲がり角を一人の少女が曲がっていったのを認めたのである「おや彼女かしら?」 そう思って彼は一気にその曲がり角まで歩いていったそこには西洋人たちがジャイアンツチェアと呼んでいる丘へ通ずる一本の小道がありその小道を今の少女が歩いて行きつつあった思ったよりも遠くへ行っていなかったそして間違いなく彼女であった彼もホテルとは反対の方向のその小道へ曲がった その小道には彼女きりしか歩いていないのである。彼は彼女に声をかけようとしてなぜだか躊躇した。すると彼は急に変な気持ちになりだした。彼はすべてのものを水の中でのように空気の中で感じるのである。大変歩きにくい。思わず魚のようなものを踏んづける。 彼の貝殻の耳をかすめてゆく小さい魚もいる。自転車のようなものもある。また犬が吠えたり、鶏が鳴いたりするのが、はるかな水の表面からのように聞こえてくる。そして木の葉が触れ合っているのか、水が舐め合っているのか、そういうかすかな音が絶えず頭の上でしている。彼はもう、 彼女に声をかけなけけななればいけないと思う。がそう思うだけで彼は自分の口がコルクで線をされているように感じるだんだん頭の上でざわざわ言う音が激しくなるふと彼は向こうに見覚えのあるベンガラ色のバンガローを見るそのバンガローの周りに緑の茂みがありその中へ彼女の姿が消えてゆく。 それを見ると急に彼の意識がはっきりした。彼は彼女の後からすぐ彼女の家を訪問するのは少し具合が悪いと思った。仕方なしに彼はその小道を行ったり来たりしていた。いいことに人は一人も通らなかった。そうしてようやく、 ジャイアンツチェアのふもとの方から近づいてくる人の足音が聞こえたとき、彼は何を思ったのか自分でもわからずに、小道のそばの草むらの中に身を隠した。彼はその隠れ場から一人の西洋人が大股に、そして快活そうに歩きすぎるのを見ていた。彼女はまだ庭園の中にいた。 彼女はさっき振り返った時に彼が自分の後から来るのを見たのである。しかし彼女は立ち止まって彼を待とうとはしなかった。なぜかそうすることに恥ずかしさを感じた。そして彼女は絶えず彼の目が遠くから自分の背中に向けられているのを少しむずがゆく感じていた。 彼女はその背中で木の葉の影と日向とが美しく混ざり合いながら絶えず変化していることを想像した彼女は庭園の中で彼を待っていたしかし彼はなかなか入ってこなかった彼が何をグズグズしているのか分かるような気がした数分後彼女はやっと門を入ってくる彼を見たのであった 彼はバカに元気よく帽子を取ったそれにつり込まれて彼女までが愛らしいおどけた微笑を浮かべたほどであったそして彼女は彼と話し始めるが早いか彼が肉体を回復した全ての人のように妙に新鮮な感受性を持っているのを見逃さなかったお病気はもういいのええすっかりいいんです。 彼はそう答えながら彼女の顔をまぶしそうに見つめた彼女の顔はクラシックの美しさを持っていたそのバラの皮膚は少し重たそうであったそうして笑う時はそこにただ笑いが漂うようであった彼はいつもこっそりと彼女をルーベンスのギガと呼んでいた 眩しそうに彼女を見つめた時彼はそれを実に新鮮に感じた今までに感じたことのないものが感じられてくるように思ったそうして彼は彼女の歯ばかりを見た腰ばかりを見たその間に彼は病気のことは少しも話そうとはしなかったそういう現実のうるさかったことを思い出すことは 何の価値もないように彼は思っていたその代わりに彼は真っ白なクッションのある黒い自動車の中に黄色い帽子をかぶった娘の乗っていたのが西洋の小説のように美しかったことなどを好んで話すのだったそしてその娘の匂いがまだ残っていた美しい自動車に乗ってきたのだと愉快そうに言った しかし彼は、その自動車の中に残っていた唾のことは言わないでしまった。そうした方がいいと思ったのだった。が、それを言わないでいると、その唾が花弁のように感じられたあの時の快感が、変に鮮やかにいつまでも彼の中に残っていそうな気がするのだ。こいつはいけないと思った。その時から、 少しずつ彼はどもるように見えたそして彼はもう不器用にしか話せなかった一方そういう彼を彼女は持て余すのだったそこで仕方がなしに彼女は言った「家へ入りません?」ええしかし2人はもっと庭園の中にいたかった けれども今の言葉がおかしなものになってしまいそうなので二人はやっと家の中へ入ろうとしたのであったその時二人は路台の上からあたかも天使のように彼らの方を見下ろしている彼女の母に気がついた二人は思わず顔を分からめながらそれをまぶしそうに見上げた 翌日彼女たちはドライブに彼を誘った自動車は夏の末近い寂しい高原の中を快い音を立てながら走った三人は自動車の中ではほとんどしゃべらないでいたしかし風景の変化の中に三人ともほとんど同様の快さを感じていたのでそれは快い沈黙であった かすかな声がその沈黙を破ったがそれはすぐまた元の深い沈黙の中に吸い込まれてしまうので誰も何も言わなかったのではないかと思われるほどのものであったまああの小さい雲夫人の指に沿ってずっと目を持ってゆくとそこに一つの赤い屋根の上に ちょうど貝殻のような雲が浮かんでいた。随分かわいらしいじゃないの。それから彼は浅間山のふもとのグリーンホテルに着くまでずっと夫人の引き締まった指と彼女のふっくらした指を代わる代わる眺めていた。沈黙がそれを彼に許した。 ホテルは空っっぽだった。もう客がみんな引き上げてしまったので今日あたり閉じようと思っていたのだとボーイが言っていたバルコニーに出て行った彼らは季節の去った後のなんとない醜さを目の当たりの風景に感じずにはいられなかったただ浅間山の麓だけが光沢のよいスロープを滑らかに描いていた バルコニーの下に平らな屋根があり、低い欄干をまたぐと、すぐその屋根の上へ出られそうであった。そんなに屋根が平らで、そんなに欄干が低いのを見たとき、彼女が言った。ちょっと、あの上を歩いいてみたいよね。夫人は彼と一緒に降りてもらえばいいじゃないのと彼女に答えた。それを聞くと、 彼は無造作に屋根の上に出て行った。彼女も笑いながら彼についてきた。そして二人が屋根の端まで歩いて行った時、彼は少し不安になりだした。それは屋根のわずかな傾斜から体の不安定が微妙に感じられるせいばかりではなかった。その屋根の端で彼はふと彼女の手と、 その指輪を見たのであるそして彼女が何でもなかったのに滑りそうな真似をして指輪が彼の指を痛くするほど彼の手を強く掴むかもしれないと空想したすると彼は変に不安になったそして急に彼は屋根のわずかな傾斜を鋭く感じだした「もう行きましょう」 そう彼女が言ったとき、彼は思わずほっとした。彼女は先に一人でバルコニーに登ってしまった。彼もその後から登ろうとして、バルコニーで夫人と彼女の話し合っているのを聞いた。何か見えてええ。私たちの運転手が下でブランコに乗ってるのを見ちゃったのよ。それだけだったの 皿とスプーンの音が聞こえてきた彼は一人で顔を赤くしながらバルコニーへ登っていった夫人の「それだけだったの?」を彼はお茶を飲んでいる間や木との自動車の中でしきりに思い出したその声には夫人の無邪気な笑いが含まれているようでもあったまた優しい皮肉のようでもあった それからまた、何でもないようでもあった。翌日、彼が彼女たちの家を訪問すると、二人とも竹へお茶に呼ばれていて留守だった。彼は一人でジャイアンツチェアに登ってみようとした。がすぐ、それもつまらない気がして町へ引き返した。そして本町通りをブラブラしていた。 すると彼は彼の行く手に一人の見覚えのあるお嬢さんが歩いているのに気がついたそれは毎年この避暑地に来るある有名な男爵のお嬢さんであった去年なども彼はよく峠道や森の中でこのお嬢さんが馬に乗っているのに出会ったそういう時いつも 彼女の周りには五六人の混血児らしい青年たちが群がっているのであった一緒に馬や自転車などを走らせながら彼もこのお嬢さんを入れ墨をした蝶のように美しいと思っていたしかしそれだけのことで彼は無論このお嬢さんのことなどそう気に留めてもいなかったがただ 彼女を取りまいているそういう混血児たちは何とはなしに不愉快だったそれは軽い嫉妬のようなものであるかもしれないがそれぐらいの関心は彼もこのお嬢さんに持っていたと言ってもいいのであるそれで彼は何の気もなくそのお嬢さんの後から歩いて行ったがそのうち向こうからちらほらとやって来る人々の中にふと一人の青年を認めた。 それは去年の夏ずっと彼女のそばに付き添ってテニスやダンスの相手をしていた混血児らしい青年であった彼はそれを見ると少し顔をしかめながらできるだけ早くこの場を離れてしまおうと思ったその時彼は誠に思いがけないことを発見したというのはそのお嬢さんとその青年とは 互いに少しも気づかぬように装いながらそのまますれ違ってしまったからであるただそのすれ違おうとした瞬間その青年の顔は悪いガラスを透かしてみるようにゆがんだそれからこっそりとお嬢さんの方を振り向いたその顔にはいかにも苦に々がにがしいような表情が浮かんでいた このエピソードは彼を妙に感動させた彼はその意地悪そうなお嬢さんに一種の異常な魅力のようなものをさえ感じたもちろん彼はその混血児の側には少しも同情する気になれなかったその晩はベッドへ横になってからも何度も同じところへ飛んでくる一匹の蛾のようにそのお嬢さんの姿がうるさいくらいに 彼のつぶった目の中に現れたり消えたりするのであった。彼はそれを払いのけるために彼のルーベンスの戯画を思い浮かべようとした。がそれが前者に比べるとまるで変色してしまった古い複製のようにしか見えないことが一層彼を苦しめた。しかし翌朝になってみると その不思議な魅力は夜の画のようにもうどこかへ姿を消してしまっていた。そうして彼はなんとなく爽やかな気がした。午前中、彼は長いこと散歩をした。そして、とあるロッジの中で冷たい牛乳を飲みながらしばらく休むことにした。彼はこんなに爽やかな気分の中でなら、 夫人たちに昨日からのエピソードを打ち明けても少しもこだわるようなことはないだろうと思ったほどであったそれは町からやや離れた小さな唐松の林の中にあった木のテーブルに頬杖をついている彼の頭上では一匹のオウムが人間の声を真似していたしかし彼は そののオウムの言葉を聞こうとはしなかった。彼は熱心に彼のルーベンスの戯画を虚空に描いていたそれがいつになく生き生きした色彩を帯びているのが彼には快よかったその瞬間彼は彼のところからは木の枝に遮られて見えない小道の上を2台の自転車が走ってきてそのロッジの前に止まるのを聞いた それからまだその姿は見えないけれど、若い娘特有の透明な声が聞こえてきた。なんか飲んでいかないその声を聞くと彼はびっくりした。またかいこれで三度目だぜ。そう若い男の声が応じた。彼はなんとなく不安そうにロッチの中に入ってくる二人を見つめた。 意外にもそれは昨日のお嬢さんだったそれから彼の初めて見る上品な顔つきをした青年だったその青年は彼をちらりと見て彼から一番離れたテーブルに座ろうとしたするとお嬢さんが言ったオウムのそばの方がいいわ。そして二人は彼のすぐ隣のテーブルに座った お嬢さんは彼に背中を向けて座ったが彼にはなんだかわざとかの女がそうしたように思われたオウムはいっそうやかましく人まねをしだしたかの女は時々そのオウムを見るために背中を動かしたその度ごとに彼はかの女の背中から彼の目をそらした お嬢さんはその青年とオウムトを代わる代わる相手にしながら絶えずしゃべっていたその声はどうかするとルーベンスのギガの声にそっくりになったさっきこのお嬢さんの声を聞いて彼がびっくりしたのはそのせいであったのだお嬢さんの相手の青年はその顔つきばかりではなしに全体の上品な様子が去年の混血児たちとはすこぶる異なっていた すべてがいかにもおっとりとして貴族的であったそういう両者の対象の中に彼はなんとなくツルゲーネフの小説めいたものさえ感じたほどだったこのごろになってこのお嬢さんはやっとかの女の境涯を自覚しだしたのかもしれないそんなことをいい気になって空想していると彼は彼自身までが うっかりその小説の中に引きずり込まれていきそうで不安になった彼はもっとここにいてみようかそれとも出て行ってしまおうかとしばらく躊躇していたオウムは相変わらず人間の声を真似していたそれをいくら聞いていても彼にはその言葉が少しもわからなかったそれが彼にはなんだか 彼の心の中の心中混雑を暗示するように思われた彼はいきなり立ち上がると不器用な歩き方でロッジを出て行ったロッジの外へ出ると2台の自転車がそのハンドルとハンドルとを腕と腕とのように絡み合わせながら奇妙な格好でそこの草の上に倒れているのを彼は見たその時彼の背後から お嬢さんのたからかな笑い声が聞こえてきた彼はそれを聞きながら自分の体の中にいきなり悪い音楽のようなものが湧き上がってくるのを感じた「悪い音楽確かにそうだ」彼を受け持っている少し頭の悪い天使が時々調子外れのギタルを引き出すのに違いない。 彼は自分の受け持ちの天使の頭の悪さにはいつも並行していた。彼の天使は彼に一度も正確にカルタの札を分配してくれたことがないのだ。ある晩のことであった。彼は彼女の家から彼のホテルへの真っ暗な小道をなんだか得体の知れない空虚な気持ちを持て余しながら帰りつつあった。その時、 前方の暗闇の中から一組の若い西洋人たちが近づいてくるのを彼は認めた男の方は懐中電気でもって足元を照らしていたそして時々その電気の光を女の顔の上に当てたするとそのキラキラ光る小さな円の中に若い女の顔がまぶしそうに浮かび出たそれを見るためには その女が彼よりずっと背が高かったので、彼はほとんど見上げるようにしなければならなかった。そういう姿勢で見ると、若い女の顔はいかにも神々しく思われた。一瞬間の後、男は再び懐中電気を真っ暗な足元に落とした。彼は彼らとすれ違いながら、彼らの腕と腕が頭文字のように絡み合っているのを発見した。 それから彼はその暗闇の中に一人きりに取り残されながらなんだか気味の悪いくらいに興奮しだした彼は死にたいような気にさえなったそういう気持ちは悪い音楽を聴いた後の感動に非常に似ていたそういう音楽的な変な興奮をしきりに振り落とそうとして彼はその朝も そこら中をむちゃくちゃゃくに歩き回った。そのうちに彼は一つの見知らない小道に出たそこいらは一度も来たことのないせいか町から非常に遠く離れてしまったかのように思われたその時彼はふと自分の名前を呼ばれたような気がした辺りを見回してみたがそれらしいものは見えなかった おかしいなと思っていると、また彼の名前を呼ぶものがあった。今度はややはっきり聞こえたので、その声の下方を振り向いてみると、そこには彼のいる小道から三尺ばかり高まった草むらがあり、その向こうに一人の男がカンバスに向かっているのが見えるのだ。その男の顔を見ると、彼は一人の友人を思い出した。 彼はやっとこさその上に這い上がってその友人のそばへ近寄っていったがその友人は彼には別に何にも話しかけようとせずにそのまま熱心にカンバスに向かっていた彼も話しかけない方がいいのだろうと思ったそうしてそこへ腰を下ろしたまま黙ってその描きかけの絵を見守っていた 彼は時々そそののの絵のモチーフにになっている風景をその辺りに探したりした。りししかしそれらしい風景はどうしても探し当てることができなかった何しろその画布の上にはたださまざまな色をした魚のようなものや小鳥のようなものや花のようなものが入り混じっているだけだったからしばらくその奇妙な絵に見入っていたが やがて彼はそっと立ち上がった。すると立ち上がりつつある彼を見上げながら、友人は言った。まあいいじゃないか。僕は今日東京へ帰るんだよ。今日帰るだってまだその絵できてないんじゃないのできてないよ。だが僕はもう帰らなければならないんだ。 どうしてさ。友人はそれに答える代わりに再び自分の絵の上に目を落としたしばらくその一部分に彼の目は強く吸い付けられているかのようであった彼は一人先にホテルに帰って昼食を共にしようと約束をしたさっきの友人の来るのを客間で待っていた彼は客間の窓から顔を出して 中庭に咲いているひまわりの花をぼんやり眺めていたそれは西洋人よりも背高く伸びていたホテルの裏のテニスコートからはまるでシャンパンを抜くようなラケットの音が愉快そうに聞こえてくるのである彼は突然立ち上がったそして窓際のテーブルの前に座り直したそれから彼はペンを取り上げた しかしその上にはあいにく一枚の紙もなかったので、彼はそこに備え付けの大きな吸い取り紙の上に、不格好な字をいくつもにじませていった。ホテルはオウム。オウムの耳からジュリエットが顔を出す。しかしロミオはおりません。ロミオはテニスをしているのでしょう。オウムが口を開けたら、黒んぼうが丸見えになった。 彼はもう一度それを読み返そうとしたがすっかりインクがにじんでしまっていて何を書いたのか少しもわからなくなってしまっていたそれでもやはり彼は約束の時間よりも少し遅れてやってきた友人がひょいとそれを覗き込んだ時にはそれを裏返しにした「隠さなくてもいいじゃないかこれは何でもないんだちゃんと知ってるよ」 何をさおととい,いいところを見ちゃったからおとといだってあ,あなんだあれかだからきょうはきみがおごるんだよあれはきみそんなもんじゃないよあれはただ浅間山のふもとまで自動車でかのじょたちのおともをしただけだたったそれだけだったのだ彼は再び その時の夫人の言葉を思い出したそして一人で顔を赤くしたそれから彼らは食堂へ入っていったそれを機会に彼は話題を変えようとした時に君の絵はどうしたい僕の絵あれはあのままだ惜しいじゃないかどうもしかたがないんだ ここは風景は上等だが、描きにくくて困るね。去年も僕は描きに来たんだがダメさ。空気があんまり良すぎるんだね。どんなに遠くの木の葉でも、一枚一枚はっきり見えてしまうんだ。それでどうにもならなくなるんだよ。うーん、そんなものかね。彼はスープをさじですくいながら、思わずその手を休めて、 自自分自身のこことを考えたことによると自分と彼女との関係がちっとも思うように進行しないのは一つはここの空気があんまり良すぎてどんなに小さな心理までも互いにはっきり見えてしまうからかもしれない彼はそれを信じようとさえしたそして彼は考えた描きかけの風景画を携えて これから東京へ帰ろうとしているこの友人と同様に自分もまた数日したらそれもおそらく描きかけのままになるであろう自分のルーベンスの戯画を携えて再びここを立ち去るより他はないであろうか午後になってその友人を町外れまで見送ってから彼は一人で彼女の家を訪れた ちょうど二人ででお茶を飲んでいるところだった。彼を見ると夫人は急に思い出したように彼女に言った「あの乳母車に乗っている写真をお見せしないこと?」彼女は笑いながらその写真を撮りに次の部屋に入っていったその間彼の目のうちらには彼女の幼児の写真の古いキノコのような色が一人でにたまってくるようだった 次の部屋から再び帰ってきた彼女は彼に2枚の写真を渡したがそれは2枚とも彼の目をまごつかせたくらいに撮影したばかりの新鮮な写真だったそれはこの夏この別荘の庭で彼女が灯椅子に腰掛けているところを撮らせたものらしかったどっちがよく撮れて彼女が聞いた彼は少しドギマギしながら 禁止のように目を細くしてその二つの写真を見比べた彼は何とはなしにその一つの方を指してしまったその時彼の指の先がそっとその写真の方に触れた彼はバラの花弁に触れたように思ったすると夫人はもう一つの方の写真を取り上げながら言ったでも この方がこの人には似ていなくてそう言われてみると彼にもその方が現実の彼女によりよく似ているように思われたそしてもう一つの方は彼の空想の中の彼女にルーベンスのギ画にそっくりなのだと思ったしばらくしてから彼は実物を見ないうちに消えてしまったさっきの古いキノコのような色をしたビジョンを思い出した 乳母車,車?」。夫人はちょっとわからないような表情をしたがすぐその表情は消えたそしてそれはいつもの優しいような皮肉なような独特の美笑に変わっていったその灯椅子のことなのよそしてそのように和やかな空気が相変わらず その午後のすべての時間の上にあったこれがあれほど彼の待ちきれずに待っていたところの幸福な時間であろうか彼女たちから離れている間中彼は彼女たちにたまらなく会いたがっていたそのあまりに彼は彼のルーベンスの戯画を自分勝手に作り上げてしまうのだすると今度はそのイマージュが 本当の彼女によく似ているかどうかを知りたがりだすそしてそれがますます彼を彼女たちに会いたがらせるのであったところが現在のように自分が彼女たちの前にいる瞬間は彼はただそのことだけですっかり満足してしまうのだそしてその瞬間までのそのイマージュが本当の彼女によく似ているかどうかという一切の気がかりは 忘れるともなく忘れてしまっているそれというのも自分が彼女たちの前にいるのだということをできるだけ生き生きと感じていたいためにその間中彼はその他のあらゆることを果たしてそのイマージュが本当の彼女によく似ているかどうかという前日からの宿題さえもすっかり犠牲にしてしまうからだったしかし漠然ながらではあるが 自分の前にいる少女とそのイマージュの少女とは全く別な2個の存在であるような気もしないではなかった。ひょっとしたら彼の描きかけのルーベンスのギ画の女主人公の持っているバラの皮膚そのままのものは今彼の前にいるところの少女に欠けているかもしれないのだ。二つの写真のエピソードが彼のそういう考えをいくらかはっきりさせた。 夕暮れになって彼はホテルへの薄暗い小道を一人で帰っていったその時彼はその小道に沿うた木立の奥の大きい栗の木の枝に何か得体の知れないものが登っていてしきりにそれをゆすぶっているのを認めた彼が不安そうにふと少し頭の悪い自分の受け持ちの天使のことを思い浮かべながらそれを見上げていると なんだか朝黒い色をした動物がその木からいきなり飛び降りてきたそれは一匹のリスだったバカなリスだなそんなことを思わずつぶやきながら彼は薄暗い木立ちの中を慌てて尻尾を背中に乗せて走り去っていくリスをそれの見えなくなるまで見つめていた。